この人は幸せですか？いただきます。私はこのゲームの案内です。とてもお聞きになりますか？はい。今から7つの問いに答えていただく。問いでまずは画像が表示され、続いて状況が説明される。その後に表示される質問文に範囲もしくは家のどちらかの選択肢を教えてください。質問文は画像の人物が知らせたかを取るのに幸せかどうかを問われんねんて。回答不幸を問われた場合にはスキップをしてください。なお、いいえは必ずしも不幸という意味ではありません。あ、幸せではないってだけやねんな。つまり幸せ以外は全ていいえとみなす。いや、別に幸せでも不幸でもないなって時はいいえなんだ。最後のこのゲームにセーブはございません。それでは再質問を開始いたします。はい。おお、年齢18歳、職業学生、その他、出前でお寿司を注文した。沙織さんは大学受験で志望校に合格しました。両親と共にお祝いをしていますね。沙織さんっていうね、この人は幸せですか？は？待って、ね、猫がいて、これどういう構図？これはこの正面に実は沙織さんはもうおらんくて、そのなんか写真とこの現実の背景を合成してちょっとなんか浸ってるみたいな。まあ、でも幸せなんちゃうの？受験合格してお寿司で祝われて、もうそのこの表情が物語ってるでしょ。これはじゃあ、はい、あ、正解なんだこれ。努力が実りお祝いもされて大変幸せです。これ以上いいことありませんね。第2問。うわ、認定スイッチだ。ソータさんは放課後に公園に集まって友達の対戦ゲームをしている。もちろん負けたら罰ゲームがある。ソータさん年齢11歳、学生、その他、誕生日にゲーム機を買ってもらった。ソータさんってのこいつ、負けたら罰ゲーム、誕生日にゲーム買ってもらった。もうでも幸せそうに遊んでるから幸せちゃうこれ。はい。え、なんで不正解なの？お前が勝手に決めない人の幸せか不幸かを。あ、ソータさんにとって友達とのゲームは死局当たり前のことです。楽しいとは思ってますが幸せを感じていません。幸せって何やろね。第3問。何これ。オンネさんは村の信仰に沿った心身五行の生贄に選ばれたので化粧を施されている。職業生贄、その他閉鎖的な村で育った。この人は幸せですか？客観的に見たらやで、うわー今から死ぬんやっていう不幸に思えるけど、ただこの村では生贄でなることが幸せとされてるはずやから、俺多分はいやと思う。ほら正解。そう、村の代表として生贄になるのは、ニエになることは幸せなことです。少なくともねえねさんはそう感じていますし、そう信じてますし、そう感じている。まあ、幸せってのは人それぞれってことや。うわ、リストカットざっくりやってんね。職業フリーターの友達がたくさんいる。21歳、ゆうきさんは自傷行為の真っ最中だ。モザイクをかけておきましょう。遅いわ。こいつは幸せか？いや、幸せではないと思う。リス化するってことは。リス化をしてる、このリストカットの快感で、気持ちよくはなってるかもしれんけど、多分それは幸せではないんちゃうかな。だよな。幸せを渇望しているが、幸せになると自己認識をずれるので、幸せに怯えている。どうしようもありません。そういうことなんだ。うわぁ、何これ。夜食の布石を溜め込んでる25歳のキャバ嬢。あ、違うわ。ただの客か。ゆうかさんは好きなホストとお酒を飲んでいる。今日は彼をナンバーワンにしゅるーと意気込んできました。まあ、幸せやろ。幸せでしょ。まあ、この後、多分、ジャストだろうけど。好きな人と過ごせて、お酒がうま、美味しくて、チヤホヤされて幸せ。今、この瞬間は欲しいものすべてが主張にある。あくまでこの瞬間のことだけやからな。第6問。え？昔押してた配信者の誹謗中傷を行っています。いわゆる反転アンチ、おい！しかも41歳のサラリーマン不眠症、わざって。反転アンチ来たぞ。おい、画面の向こうのお前ら見てるか？お前らは今幸せか？いいな。
こんな奴が幸せなわけない。幸せを感じてるわけがない。正義を得るために幸せを捨てている。だからって誹謗中傷をやめたら幸せなというわけではありませんが。うわぁ。鋭いね。最終問題だ。は?最終問題にたどり着きました。残念ながらあなたの画像を所持してないので、提示できない。あなたは、このゲームをプレイしている俺。ごめん。ま、楽しかったよ。このゲーム出会えて。でも、それは、幸せとは、また違う感情だと思いました。ごめんなさい。家です。そうでしたか。それは残念。は?質問終わりやって。え?ちょ、質問してもいいですかって。はい、なんでしょう。はっ!あなたは、幸せですか?お前、質問を質問で返すな、これ。あ、違うわ。あ、そういうこと、ゼロゼロ案内人、この職業に就く以前の記憶がない。真っ白な空間で指示通りにこのゲームの案内をしている。私は様々な人生の情報を持っています。が、自分の情報を持っていない。毎ゲーム終了時に記憶が消され、終了回数だけを覚えている。私は所持している人生の情報からランダムに一部分を切り取って質問を提示していますが、以前自分が何を質問したかを覚えていることはできません。へえ、そうなんや。じゃあランダムなんだ。おそらく毎回同じ画像を提示して同じ質問をしているなと思います。ああ、もう記憶がないからそういう認識はないんだけど、多分そうだろうっていう。そうしたら何度も同じことを繰り返しているなと思います。私は他者の人生を知っているのに自分の人生を知りません。幸せという情報を知ってるのにその感覚を知らない。そもそも私が所持してる様々な情報は本物なんですか?あれ?待ってください。もしかして私は何度も、え、怖怖怖怖。何度もこの話をしてるんじゃないですか?私は何度繰り返してこれから何度繰り返さなければならないですか?教えてくれ、ウーフェイ。俺はあと何回繰り返せばいい。説明が長くなってしまい申し訳ありません。私は幸せですか?いや、それはあなたが決めることじゃないですか。スキップします。え?存在していない質問です。案内人の異常行動を検知しました。ゲームを終了します。